七柱のことを覚えてる？七柱？何それ？私も全部思い出したわけじゃないんだけど、イフリートにシバとラムーって私たちと知り合いっぽかったじゃない？そういや、そんなこと言ってたな。確かそんな連中がもっといたと思うの。それが七柱だっていうのか？うん、だからイフリート、シバ、ラムーの他にあと四柱はいるんじゃないかな、昔の知り合い。おお、ま、あいつら強いし、みんなまた仲間になると頼もしいかもな。さ、そういうこと。
こんばんは。どうする？どの魂に触れる？私も戦わなくちゃ。たとえそれがどれほど恐ろしい敵でも。凶悪なミラージュが現れたという報告があったわ。クラウドはいないんだった。スコールもう任務で出払ってるし。私が行きます。ティナ大丈夫なの？はい、みんなのために戦います。ありがとう。でも十分気をつけてね。このミラージュ何かが変よ。目撃者からこんなミラージュがいるなんて信じたくないという報告が入っている。存在を否定したくなるほどの相手。自分を信じるのよ、私。ぎぎかわいい女の子、わいの好みや。誰？わいを知らんのんかいな。わいはオルトロスっちゅうねん。まさかこれが報告にあったミラージュ。この辺りで暴れているというのはあなたなの？ちゃうちゃうちゃうで。わい、その暴れてるやつ知ってるわ。わいがそいつのとこまで案内してあげるよ。え、いいの？もちろんや。かわいい。疑うことを知らない純真さ、ますますワイの好みやで。なんて言ったの？いや、なんでもないよ。その悪いミラージュってどこにいるんですか？いや、もうちょっと先やな。行こうとしてるんですか？そら、二人でええことできるとこに決まってるやないか。え、案内するって嘘だったんですか？あなたは悪いミラージュです。私がここで成敗します。ジンヌそらはいい、嘘ついたけど。でも君の探してる悪いミラージュちゃうで。だとしても人を騙してどこかに連れ込もうなんてやからは許せません。くあんなーいいもん、どうせ全部嘘だもん。この辺りで好き放題やってんのも実はワイでした。ギャッハ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 。あれ、今ムカつくタコ野郎と思わなかった？ごめんね、ごめんね。ティナ、よくこんなやつ信用したな。え、騙されやすすぎ。そういうところが危なっかしいなよね。いやいや、ワイ見た目に似合わずすごくいい人。あ、いや、こんな、あ、いや、どう言われてもそう見えないでしょう。え、当たり前だろ。えい、
かに存在を否定したくなるような相手だったかも。悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？戻れた。まさかあんなところで師匠に会ってそのまま特訓させられるなんて思わなかったわ。あの洪水は我らに与えられた罰の始まり。機械の怪物や恐ろしいミラージュの出現こそ赤の予言の怒りなり。前にこの町に現れた配信者、青の予言を信じる異端者のせいで我らは罰を受けることになったのだ。召喚師でありながら異端を信仰する愚か者のせいでこの世界は。勝手なこと言わないで。何でもかんでも人のせいにして。いいえ、これは天罰です。赤の予言を信じなかった者への。バカバカしい。赤の予言が世界をこんなにしたのならそれこそそんなもの信じちゃいけないんじゃない。なんだと？赤の予言を愚弄する気か。なんだこいつは。誰か。もうだらしないんだからあなたたちは下がってて。あえ、何これ。ぐあ、こんなものが現れたのはお前のせいだ。お前が異端者をかばったから予言が天罰を下したのだ。まったく。それで、あなたたちは何ができるの？何？あなたたち、ずっと予言が罰がって言ってるだけで、結局それで何をするの？機械の怪物が現れたのも、このミラージュが現れたのも人のせいにして。それで、その後は？どんな大層な予言を信じていても、自分で行動しない限り、何にも変わんないわ。じゃあ、あなたは何ができるっていうのよ？そうだ！さっきだってあのミラージュに触れることすらできなかったじゃないか。予言を信じていないあなたには奇跡だって起きないのよ。積み重ねた努力も時にたやすく人を裏切る。でも前に進むための努力はその運命を切り裂く刃となる。あなたたちはただ予言を信じて何もせずにあのミラージュに踏みつけられればいい。私は諦めない。そして私の拳は必ず故郷を守る。ファイナルヘブン。よし、行ける。ファイナルヘブン。いやいや、見事な技ですね。本当。それにティファの自分を信じて諦めない姿勢、私たちも少し見習ってもいいかもね。
匠のしごきのおかげかな。奇跡を起こしたとでも言うのか。私の努力を奇跡なんて言葉で片付けないでよ。まったく異端者のくせに。あなたたちが何を信じるかは自由でもね、人の不安を煽るだけじゃなくて、誰かのためになること、意味のある行動をして、どんな予言も神様も頑張らない人を助けてはくれないよ、きっと。考えてみよう。すまなかった。いいの、私に謝る必要なんてないよ。世界がこんな時だからこそ、みんなで頑張らないとね。そうだよね、私も頑張るよ。